こんにちは、オートウェストエンドです。普通のハザードですが、カーリーという OBD2 ツールを使いますと2回連続するハザードにコーディングをすることができます。そしてこちらはハンドルの動きに合わせてフォグライトが一つずつ独立してあたりを照らしてくれる動きをしてくれます。今回はカーリーのコーディング第4回目、そしてテーマはライティング関係、照明関係をしていきたいと思います。いつもは日中にコーディングをしていました。今回はライト関係ということで夜やってみました。ただちょっとね、予想外に見えづらいので申し訳ないなという感じでもありますが、まずカーリーのアダプターを OBD2 ツールに差し込んでいきます。そうしますとアダプターから Wi-Fi が飛びますので、それをスマホで拾います。続いてカーリーのアプリを立ち上げて、そして接続ボタンが一番下にありますので、それで接続を行います。前回までのコーディングに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、気になるカテゴリーがありましたらぜひ見てみてください。アプリの方では今コーディングが可能な項目をスキャンしている画面、そしてカテゴリー分けが出てきました。今回は上から4つ目の FRM、 ライト関係、そして窓関係のコーディングをしていきたいと思います。はい、それではどのくらいあるのかまた見ていきましょうと思ってスクロールしていますが、めちゃくちゃあるんですよね。これ一回じゃカバーできないということで、サムネイルにもあったと思いますが、前半と後半に分けたいと思います。はい、それでは早速たくさんあるのでいきましょう。まずドアを開けるとパワーウィンドウの動きが止まる機能とあります。こちらがオンになっていますと、ドアを開け閉めにかかわらずパワーウィンドウを動かすことができると。はい、このオート機能ですね、オートで上げ下げするのが問題なくドアを開け閉めしてもできます。そしてこれを試しにオフにしてみたいと思います。コード Now のボタンを押してコードをしていきます。そうしますと、まあ、危険防止ということなんでしょうね。なので開く方向の動きに関しては特に変化はありません。ただ上げる方向の動きはドアを開けた状態ではオート機能が使えなくなります。こんな感じで、はい。そして閉めた状態でオート機能が使えるんですが、開けたと同時に窓が止まります。僕はこの機能、ドアがね開いている時でもオート機能を使えるようにしたいのでオンにしております。まあ、安全に使うという意味ではこのオート機能が使えなくなる機能がいいのかもしれません。僕は一旦ここでオンに戻しておきました。続いてミラーの、サイドミラーの傾き加減を設定する項目です。まず上の2つで両方ともオンにしておくと、その下のバックギアを入れた時にサイドミラーが傾く機能が使えるようになります。はい、このようにリバースに入れますと、サイドミラー、助手席側ですね、こちらの方が下に少し傾きます。夜暗いところで撮ったのが間違いでしたが、下に傾くことで駐車がしやすくなるという機能です。以前これについての動画を上げましたので概要欄に貼っておきます。ぜひ見てみてください。続いてリモートキーでサイドミラーを畳める機能、実は僕の X5 もともとその自動開閉機能がないので、今回は僕には対応していないという機能です。そしてシートベルトハンドオーバーという機能、こちらも X5 には搭載されていないと思います。3シリーズの E90 型とかだったと思いますが、 B ピラーあたりからシートベルトをつかみやすいように出してくれる機能があります。それのオンオフ設定ですね。
そしてこちらも僕の X5 には搭載されていない排気性能に関する設定です。排気性能はロービーム、ハイビーム両方とも気性能ライトの切り替えで行いますが、パッシング用にだけハロゲンライトが搭載されている車両もあります。そのパッシングも気性能ライトのハイビームで行いたいと、見た目がかっこいいんでしょうかね、そういう方向けにこの設定があります。ただ気性能ライトを作動させるとき少し時間がかかるので、日中気性能ライトをつけていないときにすぐ点灯することができるハロゲンライトをあえて使わず、キセノンライトにパッシング作業をさせますとバラストを傷めるという意見もあるようですので、この設定は注意が必要かもしれません。続いてハイビームを使っている際にフォグランプをつけますと、ハイビームが一旦キャンセルされてフォグランプを消すとまたハイビームが戻るという設定です。今回取りこぼしてしまいましたので、また次回の宿題にしたいと思います。後編でシェアをできればいいかなと思っております。こちらもフォグランプに関するコーディングです。パッシングをする際にフォグランプも同時につけるという機能です。これも撮影できませんでしたので、後編でまた撮影して紹介したいと思います。かっこよさそうなコーディングですよね。さあどんどん行きましょう。続いてはルームランプを最大2分間だけ点灯させると、バッテリーをいたわる機能です。そして続いてルームランプをゆっくり点灯消灯させる機能とあります。こちら実際にやってみましょう。ドアを開ける、そして閉めるタイミングでルームランプが点灯したり消えたりします。こんな感じでじわーっとついてじわーっと消えると、後ろも同じ感じですね。はい、それをキリにして、そしてコーディングをしてみたいと思います。さあどう変化したでしょうか。はい、一発で、はい、パンパンと切れ味がすごいですが、はい、こんな付き方にします。まあ好みだと思いますが、僕はじわっとする方を選んでおります。続いてヘッドライトの消し忘れアラート機能。車幅音とかヘッドライトがついたままエンジンを止めて、そしてドアを開けると、こんな感じでアラートが出る、そういう設定変更ができます。オンオフを切り替えることができます。こちらですね。で、いつも僕はオート機能を使っているので、もう自動で消してくれますので、あまりこの機能存在を忘れていたりしますが、たまに手動でライトをオンにして、そして消し忘れた時に気づかされると、そんな感じです。続いてハザードライトに関するコーディングです。冒頭にも少し紹介しましたが、こちらが普通のハザードですね。等間隔で点灯すると、それをダブルという設定にしてコーディング、コードナウをしてみます。そうしますと、はい、不気味な動きをしていますが、こんな感じ。かっこいいといえばかっこいいんですかね。後ろのね、ブレーキランプというか、あちらもその動きをしています。僕は一応普通の設定に戻しておきました。続いてこちらは安全装備に関するコーディングです。クラッシュライトと言いまして、衝突時にライトを照らして後続車に知らせる機能があります。その光り方を変える設定。続いてワンタッチ指示器の設定です。こちらは指示器を傾けると2段階動かすことができます。1段階動かすと5回だけ僕の設定では光るようになって、下までグッと下げますとずっと指示器が曲がり終えるまでついたままと。車線変更の時はハンドルをそこまで切らないので、指示器がずっとついたままになって自分で戻さないといけませんよね。そういった時にこのワンタッチ指示器が便利なんですが、その回数を1回、3回、5回から選ぶことができます。続いてフォグライトをコーナーライトとして使う機能。こちらも冒頭で少し紹介しました。低速で走っている時に左右にハンドルを切ると、その切った方向にあるフォグライトだけ点灯して、その近くの地面を照らしてくれます。
地下駐車場とか暗いところで駐車をするときには便利な機能だと思います。実際にやってみたいと思います。はい、今右に切って、そしてだんだん左に切っていくというところですね。はい、切った側が光、そして地面が照らされると。ちょっとね、撮り方が下手くそで申し訳ありませんが、結構便利です。そしてこちらはリバースに入れた時も同じようにフォグライトが点灯してくれます。今度は逆に右に切ってバックする場合は、車体がね左側に出るので左側のフォグライトがついて、反対に切った場合はまた反対側のフォグライトがつくという、そういう仕組みになっています。ちょっとねこちらも分かりにくくて申し訳ありませんが、前方のフォグライトがその進行方向を照らしてくれるような、そんな働きをしてくれます。続いてブレーキフォースディスプレイとあります。急ブレーキを踏んだ時にそのブレーキランプを使って後続車に急ブレーキを踏んだというサインを行ってくれるんですが、その設定変更ができます。この指を指しているところですね。何キロ以上で走っている時にそのブレーキフォースディスプレイを作動させるといった変更だったり、その光り方の速さを変更することができます。そしてエンジェルアイズ、いわゆるイカリングですね、それも連動させて光らせるかどうかの設定、そしてその他のブレーキライトいくつかありますが、それもそれぞれつけるかつけないかを設定することができます。もうこれは何通りも組み合わせがあると思います。リアフォグライトとありますが、この X5 には搭載されていないので、これは特に関係ないですね。はい、続いてデイタイムランニングライトと DRL の設定変更ができます。基本的にはイカリングの部分、エンジェルアイズが光る状態です。こんな感じですね。ここ北米ではもう日中でも普通にロービームつけて走っている、それが決まりなんでしょうかねっていう車も結構多く見かけます。まあこの DRL があればそれをしなくてもこのイカリング、エンジェルアイズで OK と。でさらにこの設定コーディングではロービームをつけたりハイビームをさらにつけたりとする設定変更もすることができます。そしてそのハイビームをつけた際の明るさ、そういったところもね。そしてフォグライトも同時につけることができます。結構カスタムでされている方、このフォグライトをDRL と連動させるのは定番なのかなと思います。そしてオレンジの車幅灯もオンオフ切り替えを選ぶことができます。そしてこの下にずっとエンジェルアイズに関しての細かい設定変更も出てきます。結構重なるような設定が多いんですが、エンジェルアイズの設定いろいろ干渉し合うようで、一つの項目がうまくいかなければ他の項目でそれぞれ試してみてくださいと説明がありました。そして今アプリの画面に映っていましたが、フォグランプの明るさも7段階で調節ができます。こちらですね、エンジェルアイズも7段階で光の強さを調節することができます。そして下の方にサイドマーカーとあります。こちらも連動させることができると書いてあります。 X5 で言うと今矢印のところにある部分ですね。僕の X5 はバルブではなくただのリフレクターなので該当しないようです。そしてこちらはコーナー LED なんですが、結構サイドマーカーとごっちゃになっていることが多いです。もしかしたら僕も
テレコで覚えてるかもしれません。そしてデイタイムランニングライト、まだまだ続きます。ブレーキランプの光る位置もこちらで設定することができるようです。そして先ほど少し触れましたエンジェルアイズの設定が何回もねこんな感じで出てきます。そしてパーキングライトとして使う車幅灯ですね、として使う際のエンジェルライトの明るさもこちらで調節することができます。項目が多すぎて息が続かなくなってきましたが、もうそろそろ今回は終わりです。この後もずっとこのエンジェルアイズの設定がずらっと続いていますが、ここ出てきましたサイドマーカー、先ほどご紹介しましたリフレクターが入っているところですね、ここにバルブが入っている車種ではオンオフができます。僕ももし可能であればバルブにアップグレードしていきたいなと思いますので、楽しみにしていてください。ということで、なんとか前半を終えることができました。コーディングの際にはエンジンをかけているので、まあ電圧大丈夫だと思いますが、チラチラ気にしながらコーディングを行っていました。今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、また後編が見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。